ラフィフおじさま、こんにちは。多摩地域密着、あの街って天国です。今回の企画は、創業100年を超える、八王子の老舗、十五星園。ユーロードのパン屋さんや、地元で有名な魚屋さん、高尾山の和菓子屋さんなどをご紹介。最後には、江戸時代から続く超老舗、トップ3を紹介しますので、お楽しみに。では行ってみましょう。まずは、八王子駅から徒歩5分。豪華な雰囲気漂う、こちらのお店。坂福。明治43年創業の高級料亭。牛鍋が売りで、すき焼き、しゃぶしゃぶ、オイル焼きなど、豪華なメニューを用意。宴会はもちろん、会食や、法事などに利用するのにも、ぴったりのお店となっています。また、多摩地区では唯一の人力車体験ができるお店で、結納や七五三、還暦祝いで利用する人もいるとのこと。八王子市民ならぜひ、特別な日に利用してみたいですね。お次は、駅から徒歩10分。16号沿いに佇む、こちらのお店。寿司中、本店。明治15年創業のお寿司屋さん。新鮮なお寿司をはじめ、季節によっては、ハモ料理やフグ料理なんかもいただくことができます。テイクアウトもやっており、焼き穴子寿司や、握り寿司、天ぷら盛り合わせなども販売しています。お寿司屋さんの天ぷらだなんて、こりゃ美味しそう。ランチの営業もしており、握り寿司は1100円と、お手頃価格。口コミを見ると、接客も良いと、評判のお店です。お次は、京王八王子駅から、徒歩1分。JR 八王子からは、徒歩3分と、好立地の場所にあるこちらのお店。武州、四股麺。雑居ビルの2階に構える、うどん、そばのお店。創業は、大正9年。店内には、メニューの書かれた木札がかけてあったりと、レトロな雰囲気となっています。看板商品は、肉汁うどんと、きのこ汁うどん。ランチでは、エビ天丼や、天ぷら定食、豚の生姜焼き定食なんかもいただくことができます。夜には、お酒の提供もあるため、居酒屋としての利用にもぴったり。八王子の地酒や、おつまみも充実しているので、のんべいのお父さんは、ぜひ、足を運んでみてはいかがでしょうか。続いては、八王子市民なら、皆さんご存知。八王子を語る上で外せない、こちらのお店。新井呉服店。言わずと知れた、あの有名人のご実家、いや本当若い。創業は大正元年と、110年の歴史がある老舗。振袖は常時、200柄以上を取り揃えています。地元では有名なお店なので、七五三や成人式など、大事なイベントの時には、ぜひ利用したいお店ですね。お次も、地元では超有名。ユーロードの奥にある、こちらのお店。小田原屋。明治34年創業の、魚屋さん。ちなみに明治34年は佐藤栄作の生まれ年やすごい人と同級生。新鮮なお魚はもちろん、かまぼこや、さつま揚げが、美味しいことでも有名。ごぼう揚げや、桜エビ揚げ、ウインナー巻きなど、いろんな種類を取り揃えています。おでんを食べたい時には、ぴったりですね。他にも、炭焼きの焼き魚や、お刺身なども購入可能。スーパーもいいですが、たまには、地元のお魚屋さんへ寄ってみてはいかがでしょうか。お次は、場所が変わって、高尾山から。まずは、麓にある、表参道商店街。こちらには、飲食店やお土産屋さんなどのお店が、数多くあります。そんな中、120年以上続いているお店が、こちら。有機堂。明治30年創業の和菓子屋さん。看板商品の高尾饅頭は、1個110円と、お手頃価格。粒あんとこしあんの2種類があり、お土産にもぴったり。他にも、もみじをかたどった、高尾せんべいも人気商品。山登りが終わった後に、ぜひ寄りたいお店ですね。
表参道商店街を進むと、さらに古い飲食店があります。それがこちら。高尾山そば、もみじ屋、本店。明治27年創業のお蕎麦屋さん。看板商品は、とろろそば。混ぜ物を使わず、とろろ本来の旨味が味わえる一品となっています。他にも、店頭で販売している焼き栗ともみじ饅頭も人気商品。特に、焼き栗は、栗の王様、金寄せを使用しており、甘くて美味しいと評判。さすが、高尾山。観光名所なだけあって、お土産が充実してますねー。そんな高尾山ですが、なんと山の中腹にも、歴史ある老舗があります。それがこちら。十一丁目茶屋。明治32年創業の、お茶屋さん。高尾山名物のとろろそばはもちろん、カレーや、おでん定食なんかもいただくことができます。また、もう一つの名物が、こちらの天狗団子。味は、焼き団子と、甘団子の2種類。注文を受けてから焼くので、焼きたてを味わえるんだとか。店内には、テーブル席の他に、テラス席もあり、絶景を見ながら、ランチをいただくことができます。晴れた日には、こんな素敵な場所で、ゆっくり食事でもしたいですねー。お次は、再び八王子駅から。Uロードの少し外れ。駅から徒歩5分ほどのところに構える、こちらのお店。布屋パン。大正10年創業の、老舗パン屋さん。三色パンや、コロッケパン、焼きそばパンなど、王道の菓子パン、調理パンを取り揃えています。食パンは、ふわふわもちもちで、美味しいと評判。いちごやみかんなどの、果物ペーストが練り込まれた、おしゃれな食パンも販売しているとのこと。子供の頃から食べ親しんでいるお父さんも多いのではないでしょうか。それではここからは、江戸時代に創業したお店をご紹介します。まずは、八王子駅から徒歩17分。甲州街道沿いに佇む、こちらのお店。埼玉屋、本店。赤レンガの、蔵造りという、素敵な外観のお店。創業はなんと、文久年間。こちらでは、豆や乾物、お味噌などを購入することができます。創業当初は八百屋でしたが、卸業などの業態変更を経て、明治以降は、現在の乾物専門店として営業。定期的に、味噌作り教室なんかも開催している、地域密着のお店です。そんな埼玉屋さんのすぐ近くに、これまた江戸時代から続く、老舗があります。それがこちら。狭山園。創業はなんと、安政3年。166年もの歴史を誇る、お茶屋さんになります。もともとは、埼玉県入間郡に建てた、製茶工場が始まり。以来、製茶技術を受け継ぎ、狭山茶などの製造販売をしています。看板商品の抹茶入り茎茶は年間1万本も売れたヒット商品。たまには本格的なお茶を飲んでみてはいかがでしょうか。お次は再び高尾山から。Google の口コミ数がなんと1300件を超える超人気店。高橋屋。高尾山で一番有名と言っても過言ではないお蕎麦屋さん。創業は江戸時代の天保年間。古くは旅館、茶屋として利用されていた歴史あるお店になります。こちらで出されるお蕎麦は蕎麦粉6割と、とろろと上質粉で練ったオリジナルのお蕎麦。他にも、鴨ネギ丼や麦とろ飯なんかをいただくことができます。そして、もう一つの名物は、店内を突き抜ける樹齢150年の柿の木。昔は普通の庭木でしたが、増築した際に伐採せず、現在の形になったんだとか。渋柿なので食べられませんが、お店では、柿の天ぷらなんてメニューも用意しています。不思議な味で、絶品と評判なので、興味のある方はぜひ。それではいよいよ、江戸時代から続く、超老舗、トップ3を紹介します。7
皆さんはいくつご存知か、楽しみですね。では行ってみましょう。まずは、八王子駅から徒歩6分。U ロード沿いに構える、こちらのお店。福島、履物店。創業は、天保5年。180年以上もの歴史がある、履物店になります。ちなみに天保5年は近藤勇の生まれ年、幕末の偉人来たー。こちらでは、下駄や草履などを販売しているだけでなく、鼻緒の交換や、調整なんかも行っています。歌い文句は、履き心地が良く、一日中歩いても、痛くない、おしゃれな下駄。さすが、歴史と伝統を受け継ぐ、老舗ですねー。お次は、八王子駅から徒歩8分。甲州街道沿いに構える、こちらのお店。呉服、伊勢屋。和菓子のお店ではなく、こちらは呉服の、伊勢屋さん。創業はなんと、宝暦元年。270年以上の歴史を誇る、超老舗になります。驚くべきことに、あの、新選組も利用したという、歴史があるんだとか。着物の種類が豊富なのはもちろん、併設している写真館では、写真撮影も可能。まさに、八王子を代表する、呉服屋さんですねー。最後は、八王子駅から、徒歩8分。八王子で、一番古いと言われている、こちらのお店。黒沼、かつお節店。創業はなんと、慶長年間。400年以上も歴史があるお店になります。ちなみに慶長生まれといえば三代将軍徳川家光。いやめっちゃすごー。こちらでは、かつお節、昆布、スルメなどの海産物を中心に、高品質の乾物を販売。他にも、煮豆や、カシューナッツが入ったおつまみなんかも取り揃えています。今の店主は、23代目と、徳川政権より続いている、超老舗。こんなすごいお店があるだなんて、さすが、歴史ある八王子ですねー。いやー、100年超えのお店が、こんなにあるだなんてびっくり。皆さんはいくつ知っていましたでしょうか？近いうちに、飲食店に絞って、老舗店特集をする予定なので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。